はい、こんにちは、すまです。久々の投稿になっています。今回ですね、また、以前ですね、ショートケーキ缶紹介させてもらいましたけど、今回も、食レポをさせていただければと思ってます。まあ、今回はですね、皆さんカップラーメンとかって食べられますかね。カップラーメンの中でも、僕結構いろいろなバリエーションを食べてるので、ちょっとそういったところもですね、変わり種じゃないですけど、ご紹介できたらと思ってます。はい。で、私事なんですけども、まあ、この度ですね、まあ、今 YouTube やってますし、ブログもやってますけど、TikTok を、開設しました。で、こちらはですね、もうふざけたい放題やってますんで、もうこっちの YouTube とは全然こう切り離してやってるんですけど、まあ、これもですね、マネータイズの一環といいますか、いろいろとこう実験してみたいなってところがあるので、まあ動画自体はかなりふざけてますけど、まあ、見つけていただいたらちょっと温かく、まあ、いいねボタンとか、まあ、コメントもいただけたらと思ってます。はい。まあ冷たいコメントだけはご容赦いただけたらと思ってます。でですね、まあ今回は、カップラーメンの紹介というところで、まあ、何を紹介するかなんですけど、皆さんですね、麻婆麺ってご存知ですかね。まあ本当にこうラーメンの上に麻婆豆腐が乗ってるような麺になりますけど、これをですね、カップ麺にしてるものがありました。で、それがですね、しびれヌードルろうそく屋さんが監修されているものです。で、しびれヌードルのその、ろうそく屋なんですけど、もともとは東京の、銀座に店舗ありまして、僕も一回そちらにも行ったことありますけど、かなり辛い、まあ、しびれが効いたですね、麻婆麺になってました。で、今回は、まあ、梅田のですね、茶屋町にも、このろうそく屋ございまして、でそちらで今期間限定でですね、その監修しているカップ麺、実際にろうそく屋で、麻婆麺食べたら、まあ、サービスでついてきたりもするっていうキャンペーンやられてたので、まあ、それでですね、実際にいただいてまいりました。はい。皆さん、しびれヌードルのそのろうそく屋さんは、まあ、行かれたことがありますでしょうか？結構ですね、本当に美味しいなと僕も思いますし、ただですね、汗っかきな方はかなり用心していただかないと、結構山椒が効いてるのでですね、僕も顔だけめっちゃ汗かくんですね。なので、行くと大体ティッシュとかですね、ウェットティッシュ、びしゃびしゃなるぐらい顔から汗かいてるんですけど、まあ、そんぐらい汗かく。まあ、でも本当に美味しいんで、一回行くと、わあ、こんな辛いんやって思われるかもしれないですけど、何回か行くと、癖になる。まあ、味といいますか、辛さになってると思ってます。はい。じゃあ、前置きはこのあたりにしまして、実際に、見ていただきたいと思います。それが、こちらです。とろっとあんかけ混ぜそばになってます。ラーメンと言いつつ、混ぜそばでした。すいません。で、一応これですね、コンビニでも今発売されてるみたいなので、もし見かけられたら、買ってみてはいかがでしょうか。これ実際にちょっと今から作ってみたいと思います。はい。で、今ちょっとお湯入れて、作ってるところなんですけど、一つ気づいたのはですね、なんか混ぜそばなんですけど、普通のカップラーメンとか混ぜそば、まあ、焼きそばもそうですけど、普通ってこう、お湯入れて、まあ、そのラーメン食べますし、カップ麺とかだと一回湯切りするじゃないですか。で、さっきの混ぜそばはですね、一回湯切りした後にさらに、お湯を入れないといけないというのが分かりましたので、今2回目の、沸騰させているところでございます。とても待ち遠しいですけど、まあちょっとお腹も空いてきたんでね、しばらく待った上で食べれたと思ってます。はい。では、完成しました。こんな感じです。見えるかな。まあ、傾けちゃうとスープ出ちゃうんですけど、麻婆麺が完成しました。匂いあんまりお伝えすることできないんですけど、いろいろとですね、ふりかけとかも入ってて、山椒が結構やっぱり、ろうそく屋さん特有のめっちゃこう鼻にクーンとくる、山椒の香りがあるんですけど、それにすごい近しいものがあります。一風堂さんとか、結構どっかでタイアップしてやるラーメンってあって、それの、まあ、再現度みたいなのを皆さん、YouTube とかでもお伝えいただいてるんですけど、ちょっとそれに加えた形で、ちょっとろうそく屋監修の麻婆麺がどんな感じかっていう、まあ、混ぜそばですけど、ちょっと食べてみたいと思います。
うん、再現度かなり高いですね。あの実際のあのろうそく屋さんで食べられる麻婆麺とかにかなり近い、やっぱり監修されてるだけあってですね、あの山椒がうまいことを聞いてて、あの早速もうめっちゃ手買ってきて、まあいつも手買ってますけどね、あのそんな感じの、うん、あの再現度がかなり高い麻婆麺になってます。はい、まあちなみにですね、これあのお湯切って、でまたお湯加えて、で、そこにとろみの粉を入れてですね、ちょっとこうとろみをつけるんですけど、1分くらいかき混ぜてくださいってなってたんですけど、ちょっと1分だとですね、まだあんまりとろみがついてなかったので、まあ気持ちもう少し混ぜてあげると、いい感じのとろみが、もう今の時点で結構とろみがついてますけど、あの、いい感じになるかなと思います。まあちょっとこれは人それぞれなので、まああの、やってみていかがでしょうか。ちなみになんですけど、あの、辛さの面で言うと、まあ、気持ち抑えられてる感じですかね。あの、辛さ表記もあったんですけど、まあ、真ん中ぐらい。で、うん、痺れ加減もまあ、ちょうどいいぐらいかなと。結構あの、誰でも食べれるような感じになってるかなと思いますね。あの、実際の本場のろうそく屋さんのやつだと、かなりガツンときてですね、やべえと。一口食べるとやべえって、あの、まあ、辛さ好きの方はいいですけど、苦手な方は結構最初、度肝抜かれる感じだと思いますけど、あの、これは普通に食べれる美味しさだと思うので、まあ、あの、全然買ってみていかがでしょうかっていうのがおすすめできるかなと思ってます。あの、食べ進めと言ってますけど、結構あの、やっぱ後半に来ると、とろみが、まあ、あの、増えてくるので、かなり、麻婆豆腐みたいな感じの、に近しい感じになってきました。あの麺と絡んでですね、すごくあのなんでしょう、味がしっかりしてるから、あの食べやすくもなってますね。後半になるにつれてより美味しさが増すっていうのはすごくいいラーメンじゃないんじゃないでしょうか。ちょっと思わず感じちゃいました。うん、はい、順調に食べ進めてますが、まあ、あの本場同様汗が止まりません。あの辛いめっちゃ痺れる。ただですね、あの本当に美味しいです。あの麺が何でしょう、もちもち、あのカップ麺じゃないぐらいのあのもちもち感があってですね、これどうでしょう、なんか今まで僕食べてきたカップ麺でもあんまこういう麺見たことないですね。弾力は結構本場のろうそく屋の感じがしてきました。うん、とても汗が止まらないな、これ。うん、めちゃめちゃでも美味しいです。では無事完食いたしました。ごちそうさまです。あの、とても美味しかったです。やっぱり本場で食べる、あの、ろうそく屋の味にすごく忠実に再現されていたので、あの、こっちは混ぜそばでしたけど、普通の、麻婆麺に近い感じです。本当にとろみもついててですね、本当に手軽に食べれる、あの、カップ麺になってて、すごく僕自身は嬉しいなと思いました。はい。で、難点があるとすれば、あの、めっちゃこんな感じです。汗かくんで、下手し職場で昼ご飯これ買って食べると、えらいことになるかもしれないですね。これはまあ人それぞれかもしれないんですけど、僕これ多分昼ご飯で食べると、職場でどうしたのって言われそうな気がするので、まあ、夜一人で食べるっていうのにもおすすめかなと思います。はい、じゃあこのままですね、エンドロールまで行こうと思ってるんですけど、美味しかったです。ということで、まあ、私自身も、YouTube とブログと、Twitter もやってるわ。TikTok ですね。もうやり始めましたので、まあ、そこら辺もぜひ、今後も、見ていただけたらと思ってます。ただ TikTok はですね、毎日投稿はしているんですけど、まあ、そっちの編集も結構かなり力入れてやってるので、YouTube がなかなか手につかない状態になってますけど、まあ、こちらも細々とですね、更新はかけていきたいと思ってますので、皆さんチャンネル登録と、あとはいいねボタン押していただけると助かります。それでは今日の動画は終わりになります。ありがとうございました。あざっす。